はい、えー、2022年9月の11日の雑談配信です、えー。ドラクエの話と、エリザベスちゃんの話と、うとうとうですね。よろしく。あ,あと、9-11か。 えー、やってきます。よろしくお願いします。いやー、9月はですね、ずーっとドラゴンクエストをやってたんですね。いやー、大変だった。いやー、このドラクエイレブンをやるまでにですね、ものすごい僕は、やろうかどうしようか、あとソフトなくしたとかね、買ったんだけど、買ったはずなんだけど、つって。えー、パッケージがないから、 今日も遊びませんなんつって、ずるずると何年も引き延ばして、ようやっと2022年に遊んだと。いや、でも嫌がってる理由がよくわかりましたね。僕がやっぱり懸念してることがズバリ当たる。いや、それ以上にゲームの中身がひどかったっていうのがありまして。えー、ドラクエが嫌いになりました。いや、前から嫌いだったんだけど。 で、今日思ったのは、この、ドラクエってやつがね、もし、お肉だとしたらって話ですよ。骨付き肉ですね。う、え、ん、ー。みんなお肉好きだよねって話で。で、僕が、お肉なんか食うなって言ってんのは、なんか、ビーガンみたいだなと思ってさ、お肉食うと、頭が悪くなるぞみたいな。こんな風に言ってる風に、 ちょっと思いまして、あんまりだから、僕もヴィーガンっぽくはなりたくないので、えー、控えようかなと思う。みんなが幸せに食べているんだったら、別に僕はこれを食べなければいいだけの話なんで。若者のわさび離れつって。なんだそれって思うんですけど。<laughs> 僕はもともとわさびが苦手な人だから。 お寿司にわさび入ってない方が嬉しいですけどもう今の人はわさびいらないそうですでも逆にわさびって何だったんだろうなんていうふうにも思ったりしますけどねまあ香辛料ですよねだからわさ,わさびじゃなくてももうマスタードもあれば唐辛子があれば な何かしらのその辛味成分とか刺激みたいなものはそこから得られるし、うん、一応わさびにはなんかね、あの、腐らせないような、もしくは腐ったものを食べても多少大丈夫なように、だから薬の味って書いて薬味なんですけど、まあそ、そんなんもあるけど、薬もたくさんあるし、市販の薬もたくさんあるし、うん 食材もたくさんある中で選択肢から外れたっていうだけなのかななんていうふうに思います、えー、脱線しましたドラクエはねあのー、一番これですねすいません操作が日本語で申し訳ない操作性ですよ押したところがちゃんと反応しないあと僕はこう押したはずなのになぜかカーソルが右に行っているとかね、えー これ,これなんだと思ってあのでドラクエにおいての操作性っていうのは考えたんですよね。あのいわゆる 3D のマップをさ自由自在に動かせる。あとはカメラが動かせるとか。そういうのを。 呃、快適な操作性というのだろうかっていうところから始まって。でもドラクエって別にその 3D で作られたポ、そのポリゴンで作られた世界っていうのは、どんなに綺麗なテクスチャー貼ってもやっぱりハリボテはハリボテなんですよね。そこに意味を持たせるのは、やっぱりテキストであるストーリーであったりとかするので、その、世界中を移動するその、 快適であればそれは全然いいと思うんですよ。操作しやすいケトツとかがあればよりいいと思うんですけど。そうじゃなくて、ドラクエのメインって何だろうかって考えたら、敵との戦闘の時のコマンドバトルなんですよね。このコマンドバトルの、あのー、そのコマンド選択する時のカーソルの操作感。これが快適であればある程度、 うん解消されるんではないかなと思いました。まああと AI 戦闘が結構入ってるから操作する必要もないんだけどいざ命令させろっていうさあのー、そのねキーボードじゃないコントローラーを操作しようとした時にあここじゃないと。うんね、僕はん 僕は呪文に項目を合わせたのになぜか逃げるになると思う、ね。だから操作に慣れてさ、あのー、こ、こんなもんだろうって覚える学習のタイミングも遅すぎたってうのもあるんだけど、序盤から AI 戦闘やってたからね。うん、でもやっぱこれじゃない感というか、三つ、3つ下の項目を押したくて、下ボタン3回押したのに、うんあ2回か。 2回押したのにそ、そこに行ってない。もしくはそこを通り過ぎる。これがね、小さなストレスになるんですよね。なので、えー、後半は、そのシナリオに切れるのではなく、もうやっぱゲームシステムそのものに切れるというね、えー、なんだこれと思いながらあー、最後までやったわけです。だから、ゲームにとって、 一番何が大事かって言うと、これなんだろうね。えー、操る、この快感というか、うん、なんだなぁと思います。だから、うん、まあコントローラーの時代ではもう今はないし、そのスマホゲームでタップする方が、むしろなんであんな、ね、専用器具みたいなコントローラーを両手に持って、えー、やるんだと。 重いし、ええー、とか、あるような気がします。だから、うん、最後まで気づかなかったけど、実は、ドラクエというゲームは、あの最初からそんなに、その、地上を歩く操作の利便性とか、フィールドマップを歩く利便性はなくて、えー、もう一番大事なのは、話すというコマンドであったりとか、 あ戦闘する時の各コマンドに、どれだけその直感的にやれるか。だから、そこに対していろんな情報と、あと、その戦闘内容とかでさ、いろいろ複雑なことやってるから、そこがおろそかになりがちなんだろうけど、あとはみんながね、作ってる人たちが慣れちゃって、これでいいだろうっていう。うん、でも実際遊ぶとやっぱり気持ち悪いっていうね。うん いや、そこがやっぱ最初っからでかかったんだな。そして逆にそれに気づかなかったのは AI 戦闘というので序盤勝手にかた戦ってくれるから考えなしにそれに任せてればよかったっていうのもあるんですけど。後半は AI 戦闘に任せて勝てるシチュエーションにならないんですよ。あーだから AI が負けちゃうんだねさ。最終ボスなんか手入力じゃないとなんともならんっていうね。 なんで、AI に任せるともうなんでこんな行動を取るんだっていう風になっちゃうんで。あんなのね、あの、各ボス戦の戦闘ぐらいは AI も、なんだ、専用の AI でも作ればいいのに。まあ、それはそれでコストがかかるからやめた方がいいんだろうなと思うんですけど。はあ、まあ、不思議な、不思議なゲームでしたよ。えー、僕は、あの、大人の悪ふざけっていう風に称します。ドラクエ、 イレブンは、あ大人が、えー、こんなんでいいんじゃねとか。あとは、そうね、当時、30年、40年前に、えー、テレビゲームとして、大学生が集まって、えー、サークルのノリで作った、ね。プログラムが打てるから作った、ね。だってドアドアを作った人がドラクエを作ってるわけですから。ポートピアを作った人がドラクエを作ってるわけですから。 それは軽いノリになりますよ。犯人は安っつって。えー、だから、その流れを僕たちは忘れてないかと。もう、だいぶ年をとって老害になった堀雄二が遊び心を出した挙句、自分が作り上げたドラゴンクエストというブランドを、うん、そうね、でも、その、深刻化させるわけでもなく、 深刻化,化しても困るとああ。あくまで娯楽だし、その、大したもん作ってないんですっていうことも含めて、みんながすごく喜んでるから、あの、これはダメですとは、ね、堀祐二も言わないけれど、なんか、そんな照れも込みで大人の悪ふざけをしたんだな、っていう。みんなが大好きなドラゴンクエストをこんだけ、あの、泥をかけるようなことをして、ごめんなさいじゃなくて、 楽しんでくださいって言ってる人。そして、実際にそれを買って楽しんでる人がいるので。まあ問題がありますかって言うと問題はないんです。ただ僕が嫌だっていう、それだけの話なんで。でもね、これが、ようやっとですよ。120時間も時間取られてさ、取られてって僕がやったから僕がね、 えー、悪いんですけど、こんなの、もう合わないって言って、最初の3分でやめたっていいんだから、こんなの。いやでも、まあ、遊び尽くしたというか、よ用意された、出されたものは、ほぼ全部食べたと。で、その結果、じゃあこのゲームは面白いですか、面白かったですかって言うと、いや、面白くはなかったと。都合がいいように、人間の、しかも、う すごく限られた人間の、あね、勇者の親族とか、勇者の恋人とかっていう、何かしらのその、ポテンシャルというか、なんつったら、ステータスを持った人間が、あの自分の都合のいいようにあの、昔の恋人に会いたいからタイムトラベルで過去に行きました。最初に救った世界が割と、 嫌な感じに世界が救われたので、その歴史改変をするために過去に戻りました。タイムトラベルしましたって話なんで。しかもそれは誰でもできるわけじゃなくて、えー、本当に選ばれた人しかそれができないっていうことも含めて、しかもその理由もやっぱり、えー、このまんまじゃ嫌だっていうね、えーそ。それをこのまんまじゃ嫌でしょうっていう、 ストーリーに沿ってやらされるから、いや別に嫌でもなんでもないんですけどっていう。だから、後半のストーリーなんかはね、ね、本当に、あのー、過去に戻ったということで昔の曲を使ってるんだろうけど、うやっぱドラゴンクエスト11のカラーが、あのー、かすんだりなんかしちゃうよなぁなんて思いましたな。なんで僕は今この曲を聴きながら、 フィールドを歩いているんだろうとか。あとは、まあ 3D マップのまだ、その、このこの時代のスクエアエニックスの技術力ではあー、シームレスなマップができなかったっていうのも含めて、切り張りしたさ、街とかフィールドとかを切り張りした、 あのー、マップ。あとは、細い道用意してるのはあれ、データの読み込みしてるから、あの細い道が必要なわけであって、あのーそ。そういうのも含めてさ、自分がどこにいて、次はどこの土地に行って、世界地図が自分の頭の中でリンクして出来上がらないんですよ。これで、覚えたと思ったりとか、便利になったと思うと、またそれがまた、あの、積み木崩しで、今覚えたの全部なしで、 また最初からやってください。だからこれもまたドラクエの,その今回のゲームの特徴ですね。一回行ったところにあの最低でも2回以上アクセスする。メインストーリーでそれをやるんですよ。一回行った街で一回解決した街はもうそれで終わりじゃなくてもう一回また同じように訪れるんですよ。 だから、一回潜った男女も必ず二回生かされる結果になるんです。メインストーリーだけで。ほんで、サブクエストも含めると、これが4回、5回と増えていったりするわけですけど、このやらされてる感ね、なんかなと思ったりとかいたしました。あとは、ストーリーで、あの、声がある人とない人っていう差が出てくると、声がある人のやつは追っかけるけど、 声がない人のメッセージは読み飛ばしたりとか、話しかけもしなかったりとか。あとは、話しかけられる人の目印があってさ、あそ,その目印でさ、あこれ、この人は目印ないから話さないようにしようとか。あそうなるとさ、それは人を差別してるわけだよね。ゲームの仮想世界の中だけど、ランクがついてるわけだム。ムービーでセリフがあるランク、重要なセリフをメッセージで、 私は重要なセリフを言いますよっていうカラーのアイコンがついているランク。ほんで、カラーもアイコンもなくて話しかけても反応しないけど村人としてその辺歩いてるランクみたいなさ。じゃあこれに順番付けするんだったら、あ最低ムービーだけ押さえてストーリー先に進めようと。そうすると街の中のヒントがわからない。ほんで、 あのー、ちょっと雑で申し訳ないんですけどなんかねドラクエ後半でこんな敵がいるんですよネタバレしますすいませんあのこれがなんかねマスコットキャラクターの敵、うん、ならしいんですよこれがあのどうやって倒していいか分かんないから何回も戦ってたんですけどあのその何回も戦ってるうちにちょっと目をそらした隙に勝っちゃった これが理屈がわかんなくて、なんだこれと思ってたらですね、えー、こ,のこの敵を電イン系のライデインとかギガデインの魔法で、えー、最後のとどめを刺すとこいつが仲間になるっていう。いやーわからなかったっす。どこでそんなヒントがあったんだと思うけど、さっき言った通り、そのランク付けされたキャラクターの中から、 その、下位のランクの人のヒントの一文にこれがあるわけだよね。だから街に入ったら、とりあえず一通りその、街の人と会話して情報収集して、みたいなことを、僕もやらなくなってたし、ゲームも、そ、それをやらなくていいように、親切に次はここ行くんですよっていうのを全部その、メッセージの中に入れたりとか。 そのゲームの進行に必要なヒントはこの人が持ってますよっていうアイコンが出るわけですよね。これは、うん、本当に考える力をなくすし、うん、よくないなと思います。あと考える力をなくすといえば長いテキストですよ。あの長いテキストをずっと読まされてるとやっぱ洗脳されるんだね。同じこと2回も3回も繰り返して言うし、うん、下手すればその、 お話の核である伝えたい部分が霞むぐらいにテキスト量が多いから、こいつは何の話をしているんだっていうことになってくるっていうね。だからその長い文の中から、その、チョイスしなきゃいけないわけですよ。得なければいけない情報というのをね。この辺がさ、2017年になってもこんなん作ってたんだ、なんて思ってね。これを大人数の人が集まって作ったわけでしょ。ばっかじゃねえなと思いましてね。 まあ、だから、大人の悪ふざけなんだな、なんていうふうに思った次第です。いやーパート15まで YouTube に動画が上がりましたけど。だから10日間ぐらいは遊んでんだよね。ほぼずったり、あ家にいる間はドラクエしかやってないみたいな、そ,そんな感じでしたけど。まあ、辛かったね。でもこれで、ようやっとこれと決別することができるんで。 やったーと思いました。あと残すは、あ大の大冒険だけですね、えー。今週はちょっと大の大冒険見れなかったですけど、あのー、大の大冒険も、今毎週土曜日朝にやってる大人向けというかね、子供はあの話をちゃんと見てるんだろうかっていう不安もあるんですけど、 大くんね。なんか、ゲームの配信の最後に、大の大冒険のエンディングは、うこう、こうなってほしいみたいな。この道我が旅が流れてほしいっていう感じなんだろうなと思うんですけど、流れないだろう。えー、僕は流れないと思いますけど、 やっぱみんなそういう夢を持ってね、そういうアニメとか見てんだなぁなんていうふうに思いました。あのー、あ、となんかジャンプ漫画で言うとブリーチがアニメ化するらしいですね。あの、最終回までのアニメ化はまだされてなかったんで、10年ぶりですか、ブリーチのアニメ化するっつってね。えー、好きな人がすごく盛り上がってるみたい。 すごいねっていうか、うん、アニメ会社もうんまあでもそういうことかとは思いますね鋼の錬金術師がちょっと最近またブームが来てるっていうのもあるけどやっぱその世代世代にその世代の時に子供だった人のコンテンツが今あの焼き直してるかリメイクとしてあるだからひもっと一昔前だとやっぱ北斗の拳であったりとか 今、キン肉マンのなんかね、漫画、ウェブでやってるんでしょその続編みたいなのだからそ、それをいい大人の人が見てたりして、で、逆に言うと子供は見ないわけですよね。そのうんまあ、子供でも時折お父さんが呼んでるからっていうので、見る機会はあるかもしれないけど。だからそ、そういう意味でも。 あの、世代がこう、分断されてる。だから、大の大冒険も、今、そういうリメイクブームの中で、えー、か,かつてテレビ放送してた時は、それなりに視聴率も取ってたんだけど、あーダメだとみ。未完天気予報だがんだかっていうアニメに変わっちゃったんですけど。だから、まあ、雪辱を果たすといえば、果たすんですが、今、ちょうど、もう本当にあと何週かで、 えー、終わると思うんです、うん、大の大冒険、今月か来月でもう最終回なんじゃないのと思うんですけど、いやー、これね、まま、前にも話したねこ、このアニメは間延びしすぎてると、あ何週間もかかって、30分も、1時間もかけて、1人の敵と戦う。 60分一本勝負っつって、プロレスで60分一本勝負が60分で終わった試しはないんですよ。あそんなに戦ってたら間延びするし、だれるから。スタミナもなくなるから。だけど、こういうね、テレビドラマ、アニメは特にそうだね。平気でやるね。うん、あこ,この辺テンポとかちゃんと考えればいいのに、なんて思いましたけど、あそれでも今年はインターネットがあ問題で、コロナ禍が問題とかで、 えー、なんか投影動画のアニメーションがワンピースとかプリキュア含めなんか1週間か2週間ね再放送になったっていうこともありましたんでねいやーなんかなと思ったよいな気がしますでも国肉の策で作ってんだろうなとは思うんですけどやっぱ紙芝居の息を出ない大の大冒険だななんていうふうには思ってます で、エンディングでいきなり、ね、その、少年時代の見果てぬ、あの夢の曲が出てもね、なんていうふうには、やっぱり思っちゃったりするんでね。うーん、うんって思ったりしますね。でもやってると見ちゃうんだ。あと気になるのはやっぱ、レオナの形が出るか出ないか問題ですね、えー。DVD になった時にちゃんとそこは直すのか直さないか問題ですね。 えー、などと思ったりいたします。まあでも今の時代は消しからんつって、いろんなものが見せられないよってなるから、えー、見せられないのではないかなと思ったりいたしますもも。もちろん僕も配信で書いたりとかしたら、すぐにね、お前何書いてんだっつって、動画消すぞっていうふうに言われちゃうんでね、あすいませんっつって、えー、やっぱりやるしかないなと思いました。というわけで、えっ、ー、と、今日、実は東京 MX で、 えー、ペンギンハイウェイをやってました。ああ、やってるんだって、まあ、まあ、あのー、見てみましょうけど、やっぱ絵が綺麗だね、これね、すごいなと思ったりします。うん前に話したっけ話してないと思うんだけど、ペンギンハイウェイの素晴らしいところはやっぱり絵だなと思いますね。100%絵ですうーん。お話も僕は嫌いじゃないんだけど、その、あのか会話の量とかが少ない映画なので、 組み取るしかないっていうあ、あの演出は素晴らしいし、あのー、いい余韻が残る映像だなと思うので。で、新作で漂流教室、うー漂流子供たちみたいなあアニメ映画が9月の来週、15か16ぐらいにロードショーになるので <laughs>、えー、その宣伝も兼ねてペンギンハイウェイやってたみたいなんですけど。まあ、 ね、コロナ禍で映画見に行きたい人は見に行けばいいんじゃないのというふうに思ったりいたしました。さて、えー、じゃあ、あれだね、ドラクエやってて世間のニュースに触れなかった分で、まあ、今週のニュースはエリザベス女王なんだろうね。エリザベス女王が90歳、90何歳で死んだって,ってね。あの人はだから、十何歳かの時に即位して、 ほんで、えー、ずっとそれから、えー、エリザベス女王の時代というかね。だからは、80年近くあの人の時代があった。だから、僕も生まれた時にはもうエリ,ザエリザベス女王だったし、みんなもそうだったと思うんだよね。イギリスといえば一番偉い人はエリザベス女王。あと、オリンピックでね、あの、あのエリザベス女王が登場したとかね。 なんかそ,うそういうのがありますけど。まあだから、一つ象徴が死んだっていうね、時代を象徴するものが死んだんだなと。あだから逆に、あだからエリザベス女王は、ね、戦争も経験しているし、でもやっぱそのたた立場的に戦争をしないというね、ものを貫きましたけど、これからそういうこともイギリスそのものが、 あまた体制が変わっていけばね、戦争好きのイギリスになる可能性もあるし、なっていくんだなというね。まあ、気ぐらいの高い国ですから、イギリスはね。そ,そんな風に思ったりいたしました。あーまあ、それぐらいです。あの、お悔やみとか何もないですけど。 そもそも、チャールズさんが国王になったわけだけど、チャールズ皇太子ってずっと、こんなおじいちゃんなのに皇太子なんだと思ってましたけど、うーん、なるっつうけどさ、あとは、なんだっけ、チャールズ皇太子、ダイアナ妃か。ダイアナ、も、元ダイアナ妃とかね。なんか、いろいろと思い出したりはいたしました。だから、なんか、ね、いろんな戦争があったりとか、 世間が不安定なコロナでいろいろごじゃごじゃになった何年間もありまだそれも継続していい、えーまあ、そんな中でねまた時代の転換期だなと思った次第ですで日本も天皇陛下とかいるけどさ なんだろうね。天皇陛下のポジションはやっぱり、イギリスみたいな絶対なものではないんでね。ただ、日本人は割と天皇陛下のことを敬ったりとかするので。うんで、あと、イギリスに比べてその運営費が安いので、えー、ね、そんな偉い人ばっかりお金使ってないで、我々はね、普通に暮らし、日本の民の平和を祈っておるのですという、 立ち位置ですからあんまり贅沢しないっていうのもあと完全プライベートがないとかねああだからね愛子さまが大きくなったら日本も女系が出るのか出ないのかねとかねいろいろねいろいろねと思ったりとかいたしましたあとやっぱそういうので追悼というかあエリザベス女王の若い時からの映像なんかね白黒の映像なんかあったりとかして やっててさ、あの、その時にさ、みんな綺麗、綺麗って言うんだけど、いや、若いだけで綺麗ではないだろうっていうふうに、あの <laughs>、あとはやっぱ生まれた時から人間の顔は基本的に変わらないんだなっていう、えーも、もちろんね、笑顔でいなきゃいないから、その笑顔が強制される人とか、ね、こういう、後人になればなるほどいたりしますけど、 あでもやっぱ骨格そのものは変わらないので、あの、面白いね。だから、その、おばあちゃんのエリザベス女王と、その、若くて即位したばっかりの、ローマの休日みたいな。でも、オードリー・ヘップバーンは美人だったな。はい。<laughs> あの <laughs>、すなわち美人じゃないっていう話をしたかったんですけど、なんからそんな風に思いました。 え、あとは今日は9-11の日です。21年前ですか。ワールドトレードセンターに飛行機が突っ込んで、ニューヨークの省庁が1個壊れたと、うん。そして仕返しをするために10年以上かかって、ビンラディンを暗殺し、いろんな暗殺をし、アメリカ万歳なんていうふうになる。で、今年はやけにその、この9.11に対して、なんか、 その、みんなにちょっと響いてる感じを僕は、ああ、持つんですけど、それはやっぱ、あれだよね、ロシアとウクライナの戦争があるからですよね。今ちょうど戦争をどっかがやってる。で、その、戦争のきっかけとなったテロの9.11っていうのが今やってる。あと、ああ、そのコ、コロナ禍が収まってきたりとかして、今、いろんなテロが世界中でまた起き始めてるっていうことも含めてなんですけど、 あ響くんだろうね、そういう人からすると、その、あ過去にもこういうことがあったんだっ、つって。で、その時我々はとても恐怖したんだ、っていうおじいちゃんの思い出話を聞いて、やっぱり戦争は良くないね、つって、ノー・ウォーなんつってね、えー、やる感じね、アホじゃねえって思ったりとかする。だからそ、そういう風な愚かな人間にならないためには、やっぱり自分で考えなければいけないのでね。 何も考えないで、えー、偉い人が考えてくれればいいんだっつって、全部任せっきりにしたから、日本はダメになっちゃうんじゃないのとか。まあ、あとは、そのね、出る杭は打たれるのが日本ですから、な,なんか目立ったことしようとすると、やっぱり、権力を持っている老人が一気に潰しにかかる。犯罪者に下に手上げて捕まえてみたりとかね。いや、やることなすこと、人間のやることはひどいな、なんていうふうに、やっぱり思うわけで。 えー、まあそれも含めて、えー、9.11というのは、えー、今みんなに刺さるうー話であるんだなというふうに思った次第ですだから人騙すのなんか簡単なんだよなそうやってみんなが興味があったり共感しやすい話題を探してきてその感情をコントロールしてあげればいいわけですからだからやっぱくだらないって思ったりいたしますねそういうのねで 自分が想定したテンプレートのまんま、その人が操られてる様を見たりとかすると、やっぱり僕はもう飽きちゃったりしますんで、えー、生きるのに飽きてしまうのでね、大変だなと思ったりします。ああ、そうだ、僕今体調悪いんです。あのーな、今度何の体調悪いかって言ったらね、動機が激しくなっちゃってさ、何にもしてないのに心臓がドク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 ド,クドクすごい速さで脈打っちゃってさ、ははってなって。 落ち着け、落ち着けって思,う思ってんだけど、もう僕の心臓ポンコツになっちゃったからさ、ドク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 ,ドクってやってる。あこれはもういつ死んでもおかしくないんだなって、えー、まあ十分生きたし、メンマさんはもう十分生きたので、えー、この辺でいいかなって。生きてたってドラクエ11ブンしかやるゲームないんだし、スプラトゥーンなんかやってみようかなって,ってね。 スプラスリー9月9日に発売だそうで。みんな遊んでんだから、ね。楽しく遊んでるといいですね。でもこういう人と人が戦うゲーム僕苦手でね。コンピューター相手だったらなんぼでも騙し討ちとかなんでもね、卑怯と言われようが勝てればいいんだよってって感じますけど。やっぱり人が向こうにいるって思うとなかなかね、打っていいのかな。 申し訳ないなって思いながら。でもそうしてばっかいると負けてばっかいる。負けちゃうからね。みんなにも迷惑がかかるから、やっぱりやらないようにしようって。そういう未来が見えるので、スプラトンはやらないと思います。というわけで、まあ今日もあんま具合がよろしくないので、このまんま休んで、明日また健康になってればいいですけどね。 もう、だいぶポンコツですから、まあ、明日も終わりできたらよろしいですね。えー、終わります。ありがとうございました。